魔法使いの弟子は2010年のアメリカ映画ファンタジアの魔法使いの弟子をもとにした作品普通の人間の知らないところで魔法使いたちが戦争をしているという世界かつての魔法使いの指導者であったマーリンの弟子バルサザールは新たなる指導者候補を探しにニューヨークを訪れるそこで選ばれし者であるブッツリオタクの青年デイブと出会い 中ば強引に弟子にする。一方で、史上最悪の魔女、モルガナが復活する。本作は映画、ファンタジアのセグメントの一つである、魔法使いの弟子をベースとしている。制作、主演を務めたニコラス・ケージによる企画であり、子供の頃に自分が見て、感銘を受けた、ファンタジアを、現代の家族にも見てほしいと思って制作したと、語った。 2007年2月12日にディズニーによって制作発表がされた。ナショナルトレジャーのスタッフが再結集して制作された。ロッテントマトズでは41%の支持率で平均点は10点満点で5.2となった。また、メタクレティックでは100点満点中46点であった。シカゴサンタイムズの映画評論家のロジャー・イーバートは4つ、星満点で2つ星半を与え、 エアベンダーより、はるかに良かったと述べた。北米3504巻で公開され、初週末3日間で17619622ドルを稼ぎ、インセプション、怪盗グルーの月泥棒 3D に次いで、初登場3位となった。本作の音楽は、トレバー・ラビンが担当した。サウンドトラック版は2010年7月6日に、 アメリカで発売されたが CD ではなくダウンロードと CDR という形態。日本でも iTunes Store で発売済み。ありがとうございます。